すする TV。 ゼレゼレ、どうもおすするでーす。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、ビジネスマンの街新橋にて美味しい豚骨魚介ラーメンがすすれるのはこちらです。ドン！ JR 新橋駅から徒歩8分くらいのところにあります麺屋石川さんにお邪魔してます。こちら石川さんね、現在も営業を続けているとのことで、厳しい状況の中、近くに住んでいる方や、ね、近くで働いている方のために営業しているということで、ほんと頭が下がる思いですね。僕が訪問したのはかなり前の3月なんですけども、濃厚かつまろやかな口当たりのスープにつるもち食感の麺がかなり印象的だったなということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、麺屋石川さん、食券制です。今回は特製ラーメンをプッシュしました。卓上調味料としてはちょっと珍しい粉わさびを発見して、ちょっと興奮しながら待ってるぞ。こちらが石川さんの特製ラーメンです。やっほーい。どこか安心感を覚えるビジュアルで、スープの色やトッピングはかなりいい感じ。こいつはありがたいぜってことで、いただきます。ではまず、いい香りの漂うスープラー、ふひーん。とろりとまろやかな口当たりに、後から優しい旨味を感じられる正統派な魚介豚骨スープ。思わずはにかんでしまいそうな美味しさで、さっぱりとした抜けの良さによって、ついつい次の一口を欲してしまいます。さあ、お次に中太麺とご対面してすする。ラホーン。なんとも食べ応えのある幸福度の高いつるもち食感で、魚介豚骨スープとの相性をひしひしと感じさせてくれる。塩分控えめながら、ベースの魚介豚骨は分厚く張られているので、食べやすくありながらしっかり旨味はあり、ザ・ピースのセンターも余裕で務められます。さて、今度はメンマをパクパクと食らったならば、チャーシューも食らってみましょう。のらん。ノスタルジックな昔ながら感のある肉質しっかり系で、肉の旨味を噛むごとに感じられる美味しいやつ。この魚介豚骨スープには、このタイプのチャーシューがいいんだよというツボを押さえたナイスなチョイスです。さあ、ここで卓上にあった粉わさびを投入し、勢いよくすすってみると、程よく鼻にツンとくるアクセントが爽やかに効き、スープの抜けの良さがさらに際立つものに。さらに海苔を挟んで磯感を楽しめば、少佐に仕事を頼まれてもそつなくこなせそうです。てな感じで、終盤に取っておいたチャーシューをもう一枚くらって、黄身が綺麗な味様もカプリと食らえば、本日も完食です。大変美味しくすすれました。正統派ながら平凡でもない一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、麺屋石川さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。ベースは豚骨と魚介の出汁で、とろりとまろやかな口当たりがあり、後から優しい旨味が追いかけてくる感じでした。とろりと濃厚な感じはあるんですけども、抜けはさっぱりとしていて、しつこくなく、スープをねついつい欲してしまうようなラーメンでした。そんな正統派豚骨魚介スープに合わせる麺は、つるもち食感の中太ストレート麺で、魚介豚骨スープのラーメンにはね、やっぱこういうつるもちな麺が合うなと思わせてくれる素晴らしい麺でしたね。昔ながら感のある肉質しっかりめなチャーシューもいい感じで、噛むとね、さっくりと歯が入って、肉の旨味も感じられる美味しいチャーシューでしたね。ザ正統派な豚骨魚介ラーメンではあるんですけども、平凡では終わらない光るものを感じる一杯でしたね。冒頭でも言ったんですけどね、石川さんは現在も営業を継続中ということで、新橋近辺にてね、こう魚介豚骨ラーメン食べたいなと思ったら、ぜひお立ち寄りくださいということでございました。それではするの公式キャッチフレーズ、麺屋石川さん、石川も金沢も行きたいわ。行きて。